こんばんは、昨日質問させていただく30代後半の男、かっこ精神手帳持ちです。学生時代に10年いじめられ、専門学生の時に赤原にあって不登校になり、社会人になってからパワハラで退職干渉になったりとかで、人間関係が億劫です。販売接客業界15年やってますが、客に謝らなくてクレームや始末費をたびたび食らいました。なんで謝らないといけないのかわかりません。えっと、あの、人間関係苦手だってちゃんとわかってるんだったら、 接客業をやめてください <laughs>。なんでその、接客、その人間関係苦手だよねっていう、その自分の履歴を分かっていながら、未だに接客業を15年もやっているのか <laughs>。30代後半ってことは多分35、6で、その,あの20代後半からずっと接客業やってると思うんですけど、もう普通に人に合わない仕事すればいいんじゃないですか。デスクワークとか、あの、物作る系の仕事とか。 なので、な、なんで接客業やってるのかっていうところ多分問題があるので、その、なぜ謝らなければいけないのかとかじゃなくて、そもそもその仕事向いてないから向いてる仕事した方がいいよねって話だと思います。はい。